とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備、使っていこうと思います。これ骨のコンボです。黄金で重力、そしてシナジー、リフレッシュ、虚無。かなり攻撃的なエンチャントではないでしょうか。ただしね、パワーは251です。263と比べて 1.6 倍ぐらいダメージが違いますので、結構違うんだよな。まあまあ、どんな感じなのか使ってみましょう。それでは行きますね。デイリーのパンダです。で、これね、重力がついてるけども、重力ってね、必要だったのかどうかちょっと忘れたんだけど、どうでしょう。まあまあ、とりあえず使ってみます。で、この骨のコンボの良さは、キノコがいらないところなんだよね。で、今日は、バーストボーストリングを使ってやっていこうと思うので、ちょっといつもと感じが変わっております。羽をね、一応2つ入れていきます。あ、入れなくていいかな、これ。あ、羽1つでいいわ。あ、うん、羽1つの方が混乱せずにいいと思う。じゃあ、これでいこうか。慣れないなぁ。でもまあまあ、これ慣れればね、すごい強いんで、ちょっと慣れようか。よし。いや、かっけえな。よっしゃ。ひでえな、これ。慣れない。オッケー、とりあえず取らないとね。オッケー、いくぞ。この動きにはね、ほんとちょっと慣れが必要ですね。難しい。ドクス到着。これね、わかった。あのね、アーティファクトセット、これがベスト。確かね、コメント欄にもあったんだよな。これベストだわ。羽、エリクサーのカバン、ドラ。これがね、ベストですね。マジで強い。これね、251なんで、これぐらい。これぐらいって言っても結構強いけどね。これなんで、これもっと強くなるな。263でいいかもしんない。で、重力は、意外と役に立つ。でも、ないならないでいいかな。うん。なので、重力のところに、ダイナモか痛みサイクル入れると、もっと強化されるね。うん。これはちょっと、理想のやつが欲しくなった。まだこのね、骨コンボの理想的なやつはまだ、まあまあ、これは結構理想だけどね。でも、263のやつが、まだ出てないので、ああ、落ちた。それがちょっと欲しいかな。すっごい欲しくなってきた。このね、羽ぴょんがね、慣れれば、面白い、やっぱり。慣れたら面白い。ただ、慣れるまでが、本当に難しい。本当に。忙しいしね。これ難しいわ。よし、行くぞ。多分、キャプテンがこの先にいるんじゃない？落ちる、落ちる、落ちる。で、しかもこの落ちやすいところっていうのがね、ちょっと弱点ではあるね。あれ、なかった。なしか。あ、もうちょっと先かもしれないですね。うん。で、移動は、まあ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 、この、瞬速のポットが出れば、そこそこ早く行けるので、うん。いいんじゃないですか。このバーストボーストリングのね、動きにちょっと慣れていかないといけませんね。しゃ、これがね、あんま慣れてないんだ、まだ。あ、こっちにいそうな感じだね。どこだ、こっち。あ、いたいたいた。
うまいこと発動してくれない。まずはモブ HP 30% 増加、あ、全く問題ないね。問題なしです。あー止まった。よし、あ、何トゲついてるでしょ。なんかやたら痛いと思ったらトゲだ。ちょっと再生ね。はいはいはい。で脅威が3。もう少しいるっしょ。もう少しいるでしょうよ。探していきます。いや、いなかったわ。ということはこの洞窟の先にいるのかな。おう、この先にいるのかもしれませんね。うわー、いやこれ、そうね、やっぱ重力なしの方がいいかもしんないね。そこまで今回の戦いでは重力がそこまで意味をなしてない気がするんだよね。うん、霊気があるとちょっと動きにくい。マジで動きにくいな。霊気まず倒せ。ね、なんかもうクリアしそうな感じですね。いないか結局。うん、よし、だいぶ慣れてきたな。で、あれか、バーストフォースリム敵2体以上いないと発動しないか。あのバーストフォースリムで2体以上いないとクールダウンがうまいこといかないね。あ、やっぱ2体以上か。慣れない。で、いた。 OK。 うん、ノックバックがやりにくい。よいしょ、OK。 これでね、キャプテン5体目か。なんだ、まあまあ最後の最後についてもらっても別に問題ないんですけどね。はい、いやもうクリアじゃない、おそらく。あ、クリアだ。はいはいはい、それではクリアでございます。今日はですね、これ骨のコンボを使ってみました。黄金で重力エンチャントがシナジーリフレッシュ虚無でしたけども、重力はそんなに必要性を感じなかったかな。あればあるでやっぱ強いんだろうけどね。この重力のところをまあ、ぴょんぴょんするから、ダイナモ、まあ、まあ、痛みでもいいかな。だったらば、もうちょっと良かったと思うし、263だったら、めちゃくちゃ強いと思う。うん。やっぱりこの戦い方に慣れればね、いいんだよ。慣れない、まだ。うん。だいぶマシにはなったけどね。もうちょっと練習していきます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。